いやー、僕たちみんなほぼ10人のうち10中8はもう見失みんなダメ。あ、そもそも待ったよ。うわ、でかでかマジで。今の場所にいるのがもったいないグループだなっていうのは、多分ニックの一人一人が思ってることですし、多分ニッキー自体が分かってくれてると思うんですよ、見てくれてる人たちが。まあ、ニックっていうのはそもそも完成度が高いグループだとは思ってるんですけど、これからもっと世界に羽ばたけるように、さらにもっと完成度が高いようなグループにしていきたいなっていう気持ちと、あとまあ個人的にはいろんなことができる人になりたいなっていうのは正直思ってまして、アイドルだけっていうのは僕はつまらないなって正直思ってて、アイドルでありラッパーでありいろんな姿がある人間っていう、その人間を愛してもらえるような、まあアイドルしかりアーティストしかり、もう人としてでかくなりたいっていう気持ちがあります。スケールもそうですけど、自分が努力したことって言ったら、なんかみんなそれぞれいいところがすごいバラバラにあるので、その中でないもの、足りないなって思うところとかをなるべく自分ができるようにしてきたつもりではあります。もう今は本当にこうみんなで思ったこととかをすぐ話すようにしてて、でそういうことをしだしてからすごいもう韓国日本とか関係なく仲良くなれたかなとは思ってるので、まあ何でも話せるいいチームだなっていうふうに思います。僕たちオーディション番組で結成されたグループなので、やっぱりそのオーディションをまず受けてなかったらニックに入ってないと思うので、一緒のチームになってくれてありがとうって感じですね。